今中国内陸部の大都市で街が次々と破壊されている。懂啊，只忘我给你拍了。那不是这边弄的。我俩把你不弄，你不弄，明天跟我说，真不跟你说了。明天东西别弄了，不弄明天东西非给你退回来。退去を迫られているのは、農村からの出稼ぎ農民1億人だ。他不管是哪个政府，他得得民心，安民心，这才算是对。我想着习近平要来了，我都到习近平那儿说说，他能给我枪毙了嘞，我心里想也就那个了。世界最大およそ14億の人口を抱え、経済大国となった中国。真の大国となるために、今、大きな転換点を迎えている。その行方を占うのが、国土を改造し、億単位の人民を移動させることで、経済成長の基盤を作る、新型都市化計画だ。起爆剤となるのは、中小都市への大規模な農民の移住。農民を都市の消費者に変え、2020年までに GDP、国内総生産を倍増させるとしている。实际农民们都是像我们这儿大部分卖的都是属于东区那一边。国の政策で流転する1億人の出稼ぎ農民たち。中国の未来を左右する国家プロジェクトの行方を追った。中国内陸部の工業都市、河南省鄭州市。人口およそ1000万。そのうちの300万人が農村から出稼ぎに来た農民とその家族だ。中国の経済成長を下支えしてきた出稼ぎ農民たち。鄭州市は、こうした農民に対する政策を全国に先駆けて実践してきた。市の中心部に、中国最大規模の出稼ぎ農民の居住区がある。800棟のアパートがひしめく、鎮西地区。20年ほど前から出稼ぎ農民が住み着き、増え続けた結果、18万人の農民が集まる居住区となった。工場や建設現場で低賃金で働く出稼ぎ農民や、飲食店などで生計を立てる農民たちが暮らしている。老乡也是农民，就在一块儿。就对面那个街里边，我从上学都在郑州。哦，就在郑州。对，就是六年了。六年。正常呀，不是便宜啊。说这儿，我感觉也没有其他地方可以吃了。七月中旬，鎮西地区の農民たちに突然市の決定事項が伝えられた。市城寨村广大居民及商户的密封信。
城市城镇村城中心改造，更是提升郑州的历史形象。参与城镇村村走。震災地区を取り壊し再開発するため農民を退去させる計画だった。猶予は1ヶ月。農民たちにとって寝耳に水のことだった。组织人员也是在深山内房屋进行统一开拓，多数村民都是当局の治安担当者が実力行使を始めた。動員された治安担当者は100人余り。集団で練り歩き、早く退去するよう圧力をかけていた。你这，懂啊？这话我给你拍了，那我这边弄的。弄了我的工作，你不弄，明天跟我说，真不跟你说了。这两天你别来了。中啊，通知两年了。连住两年了啊！不能啊！明天我们都是开工的。你不能，明天东西非给你。不是，你要给你甩一下，你去找房屋了，房东。你找我这儿，你找房东，你站那我就找你。治安担当者はさらなる実力行使に出た。農民たちの商売道具を次々と没収したのだ。实际我感觉着现在是共产党跟他有点那个的，管跟他有钱有势的那个，这穷人们他咋这个没家伙呀？啊，没人管他，你看这算是那个劲儿，算是。他不管是哪个政府，他得得民心，安民心，这才算是对的。鄭州市では。すでに90を超える出稼ぎ農民の居住区が消えた。退去させられた農民は60万人を超えている。農民の強制退去を進める中国政府。その背景には停滞する経済を活性化させる国家プロジェクトがあります。習近平指導部が2年前に掲げた新型都市化計画です。发展中西部地区中小城市和小城镇，容纳更多的农民工就近就业创业。これまで出稼ぎ農民は大都市に集中してきました。新型都市化計画では農民たちの行き先を中小都市にも振り向けようとしています。農民1億人を中小都市に移動させることで新たな消費を生み出そうというのです。そこでまず大都市にある出稼ぎ農民の居住区を再開発を理由に取り壊します。それと同時に中小都市を開発し農民を誘導します。さらに周囲の農村からも農民を移動させ、1億人を都市民に変えます。中小都市で農民を就業させ、消費者へと変えることで内需を拡大。これを国内全体に広げ、経済成長の起爆剤にするとしています。2020年までに GDP 国内総生産を倍増させる目標を掲げる中国。只要闯过这个关口，
中国经济就一定能够浴火重生，再创辉煌。壮大な実験が始まっています。中小都市への移動を促す中国政府。震災地区では農民を退去させる圧力が強まっていた。最後まで震災地区にしがみつこうとする人がいた。30年前から飲食業をしてきた高慶涛さん。震災のような居住区があったからこそ、農民は大都市でも生きてこられたという。妻と提供する肉まんとスープのセットは100円。低賃金で働く農民たちを支えてきた。反正是就这一袋东西卖完就结束。一百多个吧，哎，一百多个。老客人、新客人都吃多了。那个这几年呢，人都拿了。霍山的长女，幼ちゃん。好了，我适合自己。当局の手入れがないか見張りを任されている。突然走り出した。快点在村长我走不着钱了，快点啊，这个我躲着吧，二位走快点，我把你手下来。我跟弄了来，你咋不弄来吃？那你走吧，那你都不让你走。多点火，收下呀，快点！我们还不赶紧上火？点上，赶紧上，快点点上！商売道具を隠し、やり過ごす高さん。30年間出稼ぎ生活で築き上げてきたものを守ろうとしていた。我想这个门面这个怎么不打开呢？不能打开，打开它光收你的东西，他把你东西给拿走，你啥也弄不成了，做都做不上。你给家这做个生意，给偷偷摸摸偷人家的。これまでも高さんたち農民は。時代とともに翻弄されてきた。建国以来、農民は食料を安定供給するためとして、農村を離れることを許されず、農地に縛られてきた。1980年代、国の改革開放政策で移動が許されると、農民たちは豊かさを求め大都市に殺到した。しかし農民たちは都市民とは区別され、低賃金で働く労働力として扱われてきた。経済が減速する中、雇用は減少。3億人近くとなった出稼ぎ農民の多くが安定した職に就けなくなっている。そして今、農民たちは国の計画のもと大都市を追われている。
你刚才租房子的连夜都搬走了。コウさんも決断を迫られていた。都搬了，都差不多了，搬都差不多了。退去期限まで2週間、商売にならない日が続いていた。感觉今天好像客人少了。吃饭也不安心，饭丢了一份，心疼啊！心疼，那一锅汤，一百多块钱的成本都没有了。老板，这都没干活，有干活没干活？その翌日、コウさんは開店の時間になっても店を念入りに掃除していた。彻底关门，彻底不干了，彻底不干，你没法干了。30年間かけて築いてきた暮らし、コウさんの出稼ぎ生活が終わった。市内全域で進む再開発で、生活費の安い農民の居住区はほとんどが取り壊された。大都市に居場所はなくなっていた。他的工资低，收入不了那么多，搁这花花吃吃，没牛了，他都回家了。但是年龄叫我走，心里有一种不舒服的感觉。震災地区18万の出稼ぎ農民が新型都市化計画によって移動を余儀なくされた。大都市を追われた農民たち、待っていたのは農村の現実だった。鄭州市の南およそ200キロにある甲山のふるさと高連城村。你看啥东西拉回来都给他一条上了，甲山は母親と姉の家族が住む家に身を寄せていた。30年ぶりに戻った農村、経済成長から取り残され荒廃しきっていた。这是老家，俺们搁这住。コウさんが生まれ育った実家、荒れ果て修理しなければ住むことができなくなっていた。さらに予想もしなかったことも起きていた。娘を通わせるはずの小学校が廃校となっていたのだ。出稼ぎする親と共に子供たちが都市へ出てしまったためだった。
光往烤地里行，我光想往烤地里行，但是我没有如意，没有如愿以偿，一件事情也没有叫我如愿的。那最终成本也就是花个十多万吧，也不需要老多了，花个十多万呗。花十多万再向朋友借一点，想着盖个房子不容易。子供の教育もままならない農村で、この先も暮らしていけるのか。コウさんは近くの町に出ることも考え始めていた。今、中国政府が農民の受け皿として期待しているのが中小都市です。新型都市化計画のもと、中小都市ではマンションや商業施設などの建設ラッシュが起きています。開発を後押ししているのが巨額の投資マネーです。中国ではここ数年、たびたび株価が下落。投資マネーは行き場を失っていました。こうした中、政府は中小都市への投資を促すことで経済を活性化させようとしています。国が都市化計画を発表すると、投資マネーが流れ込み、開発が加速したのです。マンション購入の際に補助金を出す地方政府も現れ、農民の入居を後押ししています。2016年3月到这个月月底是补100块钱一平方，你买100平方补10000块钱。市级农民工都是像我们这儿大部分卖的都是属于东区那一片。要咋？你要我给你说的清楚了，净打大嘴了也不可能。都是这儿有农民，有那个农民工，有那个想买房的给小孩买的。官民が一体となって進む新型都市化計画。その成否は農民たちの選択にかかっています。農村に戻っていた江さん、この日店を再開するために近くの中小都市を訪ねた。新型都市化計画の中核都市の一つ、許昌市。市の施設には都市化計画の完成予想を示した模型が展示されていた。工業団地や物流センターなどを整備し、2020年までに中心部の人口を30万人増やすとしている。江さんが下見したのは、新たに開発された商業地区の一角にある空き店舗だった。压就在这儿，现在30万，十来倍。賃料は震災地区の3倍近く。採算が取れるのか判断が難しい額だった。さらに江さんは周囲の状況にも不安を覚えた。目立っていたのは閉店した飲食店や空き店舗。
ショッピングモールも客足はまばらだった。空気啊，各方面的卫生啊，是好，但是人少。俺的那个住家户都快没，有人快没住上。里头有烟柿子的，你但是你要看不准，你说要是赚钱还好说，不赚钱。多长时间能到家？那第二晚上都是。周囲には。夜になってもほとんど明かりのつかないマンションが立ち並んでいた。投資を呼び込み、中小都市を開発しても、農民の移住は一向に進んでいないのが現実だ。農村でも中小都市でも仕事が見つからない甲さん。その苛立ちを家族にぶつけるようになっていた。我快五十岁时候了，我的头发这么白了，我看见了，挪也不中，我就是说呀，我的职业不中，干也不中，咱便宜呢。那我都不长嘛。那条子就我山了，我不长。我都不长嘛。経済成長から取り残され、大都市を追われた農民たち。国の計画と現実との狭間で、行き場を失っていた。8月中旬、鄭州市の鎮西地区は退去の期限を迎えた。鎮西地区を追い出されても農村に戻らず、市内に留まる農民も少なくない。改革開放から30年余り、大都市での生活しか知らない農民も増えている。15歳から出稼ぎを始め、鄭州市で暮らしてきた李俊宝さん。反正是不想交班，你搬来后那门太不行了，哎呀，你不搬也不中来，你这多长搬来？李さんの家族は。開発が進む中小都市ではなく、ここ、鄭州市で都市民となる道を模索していた。引っ越し先は、築40年の賃貸住宅。李さんには、鄭州市を離れられない事情があった。脳腫瘍を患い、左腕が麻痺している父親の高前さん。治療を受けられる病院は鄭州市にしかないという。当时都瘫痪了，那时候已经都不中了，给天津回来的时候都走不中了。俺那块不愿意。那反正是我把这个家守住了，这首先第一点是，你要环境，环境其他人也可能早都走了。最起码没放弃这个家。
しかし農民が都市民となるには越えなければならない壁がある。中国では建国以来、農民は戸籍制度によって都市民と厳しく分けられてきた。戸籍ごとに受けられる医療や教育、社会保障なども分けられている。改革開放後、農民は都市への移動は許されたが、都市の高度な医療や教育を受けることは原則できない。農民の不満が高まる中、新型都市化計画では、農民と都市民の区別の解消を目指している。使他们依法享有居住地、义务教育、就业、医疗等基本公共服务，加快农业转移人口市民化。これまで農民が都市戸籍を得るためには住宅の購入が必須とされてきた。今回、中小都市では賃貸でも可能にするなど、都市戸籍を取得しやすくした。大都市ではなく、条件の緩和された中小都市に農民が移動するよう誘導するのが狙いだ。それでも李さんは、大都市の鄭州で住宅を購入し、都市民になることを目指していた。震災地区を追われた後は、市場の片隅で屋台を構えている。李さんは4年前まで建設現場で働いていた。しかし景気の減速で職を失い、この仕事を始めた。惣菜は一袋75円。稼ぎは建設現場で働いていた時の半分だ。都市戸籍を得るために不可欠な住宅購入の資金はたまらない。李さんが鄭州市で都市民になることにこだわっているのは、娘の教育のためでもあった。9月から小学校に入学する娘のシシンちゃん。教育レベルの高い鄭州市の学校で学ぶことで、不安定な農民の暮らしから抜け出してほしいと願っていた。当父母的都没有多高的文化，也是，都希望他考个大学，上个大学生多好了。他的八年那个房产证分身份证分一下，分一下，跟着分多少？我把这表都拿来了。この日，李さんは娘の入学に必要な書類集めに追われていた。農民の子が都市の公立学校に通うためには、就業や居住の証明書などを提出しなければならない。さらに寄付金など、学費以外の費用の負担も求められる。それでも都市民が優先されるため、入学を断られることもある。
咱把那都扔了，那礼物钱咱都不提了。那你这是搬出来了，咱后宫要搬不出来了。我那兄弟，我那咱你是你压根我不给你搬。不是你得别往那样扯，你别往那样扯，官方。你就那侵犯这个，那三个人奔着你那个老子去了。我给你沟通，你这人你让我老娘の教育のために鄭州市で住宅を買える日はいつ来るのか。8月、農民の移動を促すニュースが飛び込んできた。稳定农村土地承包关系，完善土地所有权、承包权、经营权分置办法，依法推进土地经营权有序流转。而令大家更加高兴的，中国政府が農民に対し、農地の使用権を売買することを認めたのだ。把沉睡的土地资源变成了可以流。而令大家更加高兴的是，十八届三中全会进一步明确了承包经营权可以抵押、可以担保的权能。中国では、農地は村などが集団で所有するとされ、農民には使用権のみが分配されている。今回、建国以来初めて、使用権の売買や、それを担保に銀行から融資を受けることができるようになった。農民がこれを元手に都市で不動産を購入するなど、消費を拡大することで、経済成長につなげる狙いだ。しかし、返済できなければ、農地を失うリスクもある。中小都市ではなく、鄭州市で都市民になりたい李さん。すぐさまふるさとへ向かった。鄭州市から北東へ、およそ150キロにある町営。李さんの先祖は代々ここで麦やトウモロコシを栽培してきた。農地の使用権を担保に借金すれば、鄭州市内で住宅を買うことができると考えたのだ。農地を守ってきた父親も賛同してくれた。那现在我上孩子做这个孙子，现在往上就是想给他考上上学，还能给他买个房门。想要上学，爸妈住的地方，没住的钱。李さんが訪ねたのは地元の役場に設けられた土地の相談窓口。ここでは土地の記録をもとに衛星写真で農地の場所と広さを特定している。李さんの農地の面積はおよそ 0.5 ヘクタール。これを担保にすれば年収の3年分にあたる450万円の融資を受けられると李さんは期待していた。这个竖条里面填进面，竖着填。もし借金を返済できなくなれば、農地を失ってもいいという覚悟だった。这个就是土地使用证，就是他这个办下来以后，就是可以拿着这个证去贷款。使用土地证，咋回事？物件探しを始めた李さん。ところが思わぬ事態に直面した。你好。
咱俩放哪卖？买了呀。买了了？哦，你说他给店里也买完了？买完，不知道他那搞不搞了，搞不成。那老头儿。一样那个。这个一样。他这我男的哪个人买了了？买了了。三十万。手が届くのは築40年以上の中古アパート。こうした物件は低収支に残ろうとする出稼ぎ農民たちで奪い合いになっていた。哎，你给等着买房，你没几十万能买房了？你不是我承受能力，它越少越好，它不少呀。现在市场价都是这，有合适的再说呗。现在说你就是他房不卖，叫我去买，现在拿三万我也拿不出来。家族のために大都市で教育や医療を受けられるようになりたい。それだけが李さんの願いだ。震災地区を追われ、ふるさとの農村に戻っていた、高慶斗さん。中小都市で店を構えるのを諦め、農村で実家の建て替えを始めていた。家族揃って、この地で暮らしていくことを決断したのだ。建て替えにかかる費用は150万円以上。これまで30年、大都市で蓄えてきた貯金を全てはたいた。稼ぎのない農村で無一文となった甲さん。しかしその表情は穏やかだった。老家农村的人都是只要有个窝，哎，有吃的有喝的，哎，看着老人呆呆巴巴的，小孩呆呆巴巴的都说的。この農地がある限り、家族が食べていくことだけはできる。先生老祖爷，啊，老你坐老，我也去住，我就是来去住。甲さん一家はこの日、農地の片隅にある。先祖の墓を訪ねた。農地を残してくれた先祖に感謝した。農村にあんまりいない你搬出去跑了打工，你打不动工了，你回来你打呢？你两个粮食吃了，你这来好不来呢？哎，一家里有那块地，哎，有那几分地种着，我来好种点够吃了。没有卖庄子卖地，人老几辈子都这样，不能卖庄子卖地，卖庄子卖地都恶人。国の政策に翻弄され、行き着いた甲さんの決意だった。低収支の震災地区では解体作業が始まっていた。中国の高度成長を底辺で支え、追われていった
出稼ぎ農民の町。取り壊す男たちもまた出稼ぎ農民だった。日当は3000円。農村に残した家族のため、大都市の再開発現場を渡り歩く。家里有老有小的，给花钱的。你今天那啥的了钱都不办。我看应该是这应该随着国家的政策变化了变化说。但是在这个时候我们也没有吃的的。大都市での定住を夢見てきた李俊宝さん。我是宝什么菜？现在买一年多了，买来就是天天当天都买完。让我们来一看看。市場での営業ができなくなり、別の農民の居住区に流れ着いていた。一袋75円の惣菜を今日も売り続けている。この地区も数日以内に取り壊されることが決まった。现在社会它也不断的发生了。现在只能先把这个疾病的生活先护住再说。我再混点下一步。農民を中小都市へ誘導し、消費者へと変えることで、さらなる経済成長を目指す新型都市化計画。その裾野では、1億人の出稼ぎ農民が翻弄され、決断を迫られていた。推し進められる壮大な実験。その行方に中国の未来がかかっている。